今年のノーベル物理学賞の受賞者は青色発光ダイオードの発明に貢献のあった赤崎勇氏、天野宏氏、中村修二氏ら日本人3氏であると発表。受賞理由は3人の発明は革命的で世界の消費電力のおよそ4分の1が照明に使われる中、 LED は地球の保護にも貢献、電力の供給を受けにくい環境にある世界の15億人の生活の質を高める大きな可能性を秘めているとしています。受賞式は12月に行われ、3氏には総額でおよそ1億2000万円が贈られるということです。さあ、宮沢さん、これとってもいいニュースですよね。ね、すごい明るくていいニュースだなって思います。うん、日本ってその今輸出できるものが何なんだって考えた時に、まあ、サービスもそうだと思いますけど、こういうサイエンス系のテクノロジーとか発明とかそういうものってすごくこれから大きな部分になっていくのかなって思うので、特になんかスタップ細胞のこととかでいろいろあったから、はい、これでちょっとまあ日本の科学というかまあサイエンス系のこの信憑性みたいなものもちゃんとね裏付けられると思うので、いいニュースだなと思うんですけど、どうしてもだから本当に中村さんやっとっていう本当に値するものだったと思うんですけれど、ある意味やっとなんだなっていう感もある。この方現在だってアメリカ国籍を取って、ね、アメリカの方の大学で研究に、だからその会社を辞めて、そうですよね、犬塚弁護士、これは、はい、まあ、自分が所属していた会社と発明の部分について一体取り分はどれだけなのかが争われまして、うん、第一審判決はもう100億単位のお金を認めると、まあ、半分ぐらいはこの人の功績だというふうに認めましたが、高等裁判所の和解では数億円で和解をしました。まあ、裁判所の強い説得があったと言われています。まあ、その時中村さんおっしゃったのは、私の功績というのはその大リーグの投手の1年分の報酬でしかないのかということをまあおっしゃったということがあるんですけれども、私たちの世界でもその発明に対してどれだけ研究者がインパクトを与えたかを評価する基準が分かりにくいという、非常にちょっとこう、うん、まあ、印象深い。これでやっぱ日本の考え方とやっぱ海外の考え方は違うんですかね、発明に対する。基本的には同じなんですけれども、日本の企業というのはもうやっぱり素人が入って基礎教育も全部こう留学をさせて研究施設も与えて、でなおかつ製品化するのは研究者その人とはちょっと違いますから、まあ会社の側からするとまあきっかけになったことは間違いないんだけれども、利益の中のまあそれはごく一部でしょうと。でも作った方からすると、いやアイデアがやっぱり最初にあったからこそ全て儲かったんじゃないかということで、見方がこう180度変わってきますよね。いや私は本当に10年以上前番組のお目にかかって、はい、でその時こんなすごいことをなさったのかと思いながら、でもだからやっとっていう感があるんですけど、うん、でもさっきのその、まあ、訴訟問題もそうなんですけど、日本ってちょっとこう国内の評価が少ないんですよね。で逆輸入でつまり海外で評価されるとすごくこれはすごいことなんだって、うんうん、まあ、まあちょっと例としてあれですけど、映画でも日本国内でどう思われるかよりも海外で賞を取るとやっぱりすごい監督だとかすごい作品だっていうふうに評判がついていくっていうところがあって、うんうん、そこはちょっと寂しいなっていう、うん、自国のものって最初に自国で評価されてないのかなっていうところはずっと感じてるところでもありますけど、うんね、どうですか松本さん、ノーベル文学物理学賞、まあ、このなんかそれ聞いてるとね、この人がなんか金の亡者みたいに思われるがちですけど、うん、いやそうじゃなくてやっぱりちゃんと評価してくれっていうことですよね。だからまあまあ別にお金が欲しいんじゃなくて、本人としてもやっぱりほらやったったでみたいなことでしょうし、うん。